はい、どうもクマです。ドラクエウォーク福引きガチャですね。待ってました。ピックアップ、ダブルピックアップ、草薙の剣。実はでも覇王の斧が一番欲しいっていうことでね。いや、今マイレージ配布のチケット合わせて600枚ですね。60連はできるっていうことで、プラスまだ、マイレージが20と優勝10連と最大90連できますので。いや、いきなり来ました。いきなり来た。でかいレイジングヘッド持ってなかった。いや、いいスタートじゃない、いいスタートじゃないですか。これはでかい。なんとかこの流れで覇王の斧欲しいね。いきなりピックアップ来てくれたね。いやー、20連目。いやー、変わらない。もうこれはスキップでいきましょう。はい、30連目いきましょう。いいよ、スラミチ来てもいいよ。どうですか。おお、これは期待できる。3つ、これは期待できるんじゃない？これは期待できるんじゃないですか？ 1 個目。おお、草薙上。いや、草薙の剣はね、1本持ってるんですけど、防具がまさかの全く出なかったんですよね。当時というか。バトルドレス。はい。いや、いいんじゃない？ここで？嬉しいけど。2個目。やっぱね、このドラクエウォーク、ガチャがね、闇深いところはあるんですけども、こうね、かぶってきちゃうっていうね。アカウントによってあるのかな？おお、いきなりもう確定じゃない。確定じゃないですか。楽しみ。いや、覇王の斧出てほしいんですよ。さあ。すごいぞ。ある意味すごいぞ。草薙の上だけ3つ目。これはすごい。さあ、どうだ。やべ、押しちゃったぜ。とりあえず見ていきましょう。いや、1個ぐらいね。まあでも虹の確率自体はそんなに悪くないんじゃないですか。どうだろうか。お願いします。すごいぞ。マジか。それじゃないんだけどな。いや、嬉しいです。はい、文句言っちゃいけないね。はい。いや。それでももう、何？草薙の上だけ4つ？すごいね。はい、スキップしましょう。はい、スキップ。え、これで60で終わっちゃった。マジか。仕方ない。マイレージで。あと20連。これで70連目。いや、武器来てほしいね、せめて。せめて武器をお願いします。お願いします。どうだ？いや、マジか。いや、厳しいね。最初いい流れだったのにな。どうよ。おいいんじゃない。砂道来てもいいよ。来ないな。お、1個。覇王のお願いします。防具のアカウントなのか。僕のアカウントは草薙下。
いや、せめて草薙の剣だな。これだったらお願いしますよ。まあでも、一本ね、草薙の剣はあるから、もう防具が上と下と揃いましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ここでちょっと優勝いっちゃいましょう。星5確定。どうだ？おお！覇王のお願い。覇王のお願いします、王の。武器をお願いします。いやいやいや、いい流れ来てますよ、これで。お願いしますよ。なんとか武器を。お願いします。いや、悪くない。悪くないんですけど、ありがとうございます。はい。ただやっぱり武器は、出ませんでした。90連やりましたが、武器は、出ませんでした。またマイレージコツコツ貯めたいと思います。はい。という感じで、ガチャ動画は、以上になります。またよかったら次の動画を見てください。それじゃまた。